まあ、スタジオのね、今話とか出たんでね、ええ。まあ、よく見た近いような話で、業界の話なんですけども、私が前、昔コマーシャル作ってた時の話なんですけどもね、よく東京にね、大阪の会社から出張で行って、まあ、東京のスタッフとか、プロダクションと打ち合わせすることがまたとあったわけなんですよ。で、その時にね、その某、CM 制作会社というのがあって、それは忠臣蔵の赤穂浪士にゆかりのある泉岳寺というところありますよね。東京にね。はい、ありますそのあたりのある会社なんですけれどもね。で、結構まあ、泉岳寺のあのあたり、高輪の方なんですけども、そのあたりっていうのは、僕初めて行って、うわ、いいなぁ思ったのは、結構こう、ちょっと丘陵いうか丘みたいなところになってて、で、こう、ちょっと歩いて行ったりするとね、まあ、結構どっしりとした門構えの家があったりね、まあ、小さなお寺なんかがあったりして、結構なんかしっとり落ち着いたええ街だったんですよ。ああいうところに引っ越してんなぁと思ってね、で、まあ行ってたんですけど、まあ、品川駅からは割に近いところにあって、まあ、品川駅からね、結構貼り付けの鈴ヶ森の形状があったりする。まあそういうところもあるんやけれども、まあそこから離れてるからまあいいんかなっていう感じはしてたんやけども。で、その高輪にね、その会社、まあ T 社としておきましょうか。CM 会社があったわけなんやけどね。で、そこの CM 会社というのは、オフィスというのはもともとその外人用に建てられた3階建てのコンクリート住宅をそのままオフィスに転用してるんですよ。だからね、外観とか内装とかね、いうのは、いわゆる外国の金持ちが住むためのものにしてるんで、非常に、どっかその垢抜けていてね、で、非常に落ち着いてて、おしゃれな、まあ、建物やったわけですよ。ああいうな、ああいう感じでね。でね、そこは、玄関を入ってすぐ階段があって、それをトントントンと登って2階へ行くと、まあ、広いミーティングルームがあるんですよね。で、広さもそうですね、畳で言うたら20、30畳ぐらいの広さがあるぐらいのミーティングルームがあって、で、昔はCM というのは全部フィルムで撮ってたんでね。で、今も全部ビデオとかそういうなんで処理することが多いんですけれども、昔はそのフィルムで撮ることなんで、試写室というのがあったわけですわ。そのミーティングがね。で、16ミリの試写するためのカメラの機材とかが置いてある。まあそういうようなところ。で、その部屋の奥一面のガラス窓っていうのはちょうど裏手に面しててね。で、近所にその屋敷があるんやけれども、そこの大木を借景にしてるようなね。非常に一面のガラス窓からその大木が眺められたり、広がる街並みが眺められたりして、非常に開放的なね、そういう場所やったんですよね。あれ。で、そこにはまあ14、5名、20人ぐらいは座れるほどの、楕円形の大きな会議用のテーブルがドーンと置いてあってね。で、その一方の壁はスクリーンで、それの対面の壁は先ほど言った試写室なんですよね。そこに映写機を置いてある。で、その映写機のあるルームというのは小さな小部屋になっていて、先ほどのその会議室からは透明な一枚のガラスで仕切られてるわけですよ。で、まあ、その小部屋の中には、その、映写機とか編集のための機械などがもう収められていて、新しいそのね、CM などを映写するために使われているということで、で、そこの3階の方はね、小部屋がまあ、またいくつかありまして、で、そこではそのスタッフが、連日ね、そこで夜遅うまで企画を練ったり、まあ、予算書をまとめたり、まあ、そんなことをしてるわけです。で、まあ、3階建てのマンションみたいなもんなのね。まあ贅沢なことに、まあエレベーターがついてるわけですよ。まあすごいな。やっぱり金持ちの外人の住むようなところは違うんやなというような感じだったんやけども。でね、ちょっと僕気になったのはね、このオフィスが、もともと T 社というのは六本木にあったんですよ。ほうほう。で、六本木のすごい、賑やかなところね。で、そこにも僕よう行ってたんやけども、その時のね、スタッフのみんなというのは、ものすごい元気があったんですよ。もう、冗談も言うし、もう、すごい今元気でね、アホなことばっかり言ったりしたり。で、だけど、こっちへ、いわゆるその、高輪の方に引っ越して、このマンションに入ってからがね、なんか、みんな大人になったのかなと思うぐらい、おとなしい、なってしまってね。
うん、あるいはその街のその、なんていうかな、雰囲気というか落ち着きみたいなものがみんなをそういうふうにね、六本木とは違ってさせてるのかなとは思ってたんやけれども、うん、なんかそんな印象があったんですよね。うん、で、そんなことがあって、まぁ、ちょっと時が過ぎていって、また、なぜかその T 社行くその機会がだんだんこう途絶えていってね、うん、で他のプロジェクションと仕事するようなこともあったりして、まあ、気がついたらまあ1年以上もその T 社とご無沙汰しているような状態になってたんですわ、うん、でそんな時にねまだその私自分があの東京にね出張した時にある夜その青山の方のバーでちょっと飲んでたことがあったんやけど、その時にねたまたまそのフリーの CM ディレクターの人が飲みに来てはったんですよ、一人でね、うん。で、そこでまあ、いや、久しぶりですね、ということで、まあ一緒に飲みましょうか、ってなって、まあ一緒に飲んでたわけなんやけれども、うん、そのディレクター、まあ S さんとしておきますけども、その S さんというディレクターがね、まあその人もあの、先ほど言ったその T 社、高輪のね、T 社からよく仕事のね、まあ依頼を受けてる、おって、今でもそのしょっちゅうその T 社には行き来をしてると。いうことらしいんですよ、うんうん、話してるとね、うん。で、その話を、ああ、そうですか、僕は最近行ってないんですよ、とか言いながら話してたら、まあ、だんだんそのお酒が回ってきたせいなんかもしれないけども、もうだんだんこう、ちょっとこう、口が軽くなった S さんがね、なんか入ってましたね。BGM ですね、ね。あ、BGM ですね。はい。T さんがね、うん、あ、S さんが、あのね、ゆきさんね、これは言っちゃいけないかもしれないんですけどね、言いながらね、うん、ちょっとね、妙な話を始めたんですよ。うん、実はね、あの、高輪に越してきた T 社なんですけどね、また引っ越すかもしれませんよ、って言うんですよ。うん、なんでですの？この前、1年か2年前に越してきたばっかりですよ、また新しいマンションあそこ借りて言ってたら、うん、何ですかって言っても、その理由問いただしてもね、何かこう言いづらそうにしてるわけですよね。うん、で、それでもこっちもそんなね、聞きたいし、どれさん教えてください。よろしいやん、誰も喋れへんからよろしいやん、言いながら言ったから、ここで喋ってるわけですけどね。もうだいぶ前の話やからもうええと思って。まあその、だんだん S さんもね、その、グラスをどんどん飲み干してね、わ、うん、かりました。じゃあ話しましょう。ということで、話してくれたんです。そしたらね、言うには、私がね、私見てしまったんですよ。いや、私を入れてね、十数人のね、人間がね、うん、T 社のほら、あそこに2階に試着室兼ミーティングルームがあるでしょ。って言い出してね、ああ、知ってます。僕はあそこでよう、打ち合わせしたからよう知ってます。ガラス面のある、一面のガラスがあるところですよね。そうです。いうような話になってね、うん。で、どういうことがあったか言うと、やっぱ深夜のね、打ち合わせをしてたら、時だったらしいんですよ、うん。で、S さんとね、それを含めたそのスタッフたちは、全員がそのミーティングルームで、まあ企画やってたわけですよね。で、だんだんその企画も煮詰まれへんので、時計がまあ2時を回ろうとしていた頃らしいんやけれども、うん、その時その進行役のね、まあそのスタッフのある人、まあ A 君としても言いますけど、A 君は、座ってる場所からちょうど映写機等がある、そのガラス部屋ね、あの小部屋、そっちを背にして、みんなに喋ってたんですよ。まあその議長みたいな感じですよね、進行役が。うんで、みんなの視線は当然ながらその A 君に集まってるし、その時 A 君の後ろの小部屋のガラス窓、ま、ガラスも全部その視野に入ってるわけですよ。で、当然そのガラス部屋の方は、誰も今使ってないから真っ暗になってるんやけれども、電気消して。だ、うん、けど、そのガラスの中には映写機とかあるのはわかるわけですよね、ぼんやり。で、みんなが A 君の方を見てるとね、そのガラス部屋の中をスーッと白い人の形をしたものが、はーっとこう、走っていきよったんですよ。うん。で、みんながそれを目撃してて、だけど、映写機しかない部屋に人が入るはずもないし、みんなの目にも触れずにその部屋にね、誰かが入っていくことも不可能なんですよね、うんうんうん。だけど、その白いものがスーッと走ったときは、その、みんなに喋ってる A 君を除いて、その全員、ほぼ全員がそれを目撃してるわけなんですよね。うん。で、そういうことがあったんですよ、という話を聞いてね。うん。うん、あ、そうですか、そのことあったんですか、何ですかね、言ってたら。うん。いやー、実はね、その白い何かがね、走ったという事件の後にもね、いろんなことが
あったんですよ、って言うんですよ。うん、でだん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 真顔になっていって喋るんでね、これおもろい、取材したらよってね、まあ聞き出したらね、うん、これはまた、その、違う日の深夜なんやけども、うん、その、若い、まあ制作マンですわね、下っ端の制作マンが一人で、まあ残業でね、その、今度は3階の部屋で、小部屋で、夜中のまあ3時ぐらいまでかな、ずっとデスクワークしてたらしいんですよ。うん、で、ラジオをまあ聞いて、まあ FM 放送が流れてるんやけれども、うん、その音に混じってね、ウィーンという機械音が耳に入ってきたらしいんですね。うん、でそれは、どうやら、廊下にあるエレベーターが動いてる音らしいんです。うん、で、彼はね、あ、こんな時間やのに誰か帰ってきたかなと思って東京見たらやっぱり3時で。で、先ほど、まあ、コマーシャルのスタジオという会社というのは、まあ、撮影とかでね、スタジオ撮影なんかで、まあ、それが深夜に及んで、機材を終わってから運んで、まあ、遅い時間に戻ってくるというのが、もうしょっちゅうあるんでね。まあ、そういうことなんやろうなと思って、さほどまあ、気にもしなかったわけですよ。で、それと今日はそんなに、スタッフが深夜まで働くような仕事は入ってへんはずやってんけどなとは思いながらもね、まあ、例えばなんか伸びたのか、中止、なんか違う話がな、仕事入ったかなと思ってたらしいんだけれども。うん。で、そんなこと思いながら、こう、仕事してると、やっぱりウィーン、ウィーン、ウィーンっていう感じで、エレベーターはゆっくりとこう登ってくる気配なんですよね。うん。で、彼のでも座ってる席からはね、そのエレベーターは死角になって見えないわけですよ。うん。で、ちょっとこう、体をね、ぐーっとひねって、まあ、開け放たれてたドアから、なんとなくそのエレベーターホールのね、方を見ると、もう階数表示のランプがあるんやけれども、それを見てると、その2階を通り越して、2階にはそのミーティングルームと、それから、倉庫みたいなのもあるんやけども、その、普通やったら倉庫の方に行くんやけれども、倉庫じゃなくて3階を表示してるんですよね。うん、あ、ってことは、この部屋、みんなが仕事してる事務所の部屋に誰かが戻ってくるいうことやなと思ってたらしいんや。うん、だから、ずーっと上がってきて、チーンという音を鳴らして、エレベーターが止まって、ドアがバーンと開きますよね。ガラ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 。で、開いたので、お疲れさーん。彼は非常に元気よくね、その帰ってきたスタッフに対して声をかけたんですよ。うん。だから、その返事の代わりにね、うん、エレベーターのドアが間髪を入れずに、クチャン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 、言い出した。えと思って、よう見たら、誰も乗ってなくて、3階で、開いたり閉めたりを繰り返してるだけなんですよ、ドアが。その中にぶつかってしまってみたい。うん、そう。で、エレベーターの中真っ暗で、誰もいないし、誰も降りてこないんですよ。で、だから、まるでね、その、なんていうの、透明のその巨人がね、ドアを力任せに、バン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 と開け閉めしてるような、そんな、もう騒ぎやったらしいんですけどね。でもとにかくその無人のエレベーターは一体その1階からね何を乗せてきたんやとかいうようなこと、エレベーターに関わる話って結構多いですよね。あるんですね、結構あるよね。ね。